今柏レイソル対はい、今、柏レイソル対ヴィッセル神戸戦が終わりました。1対1のドローということで、まあ、首位のヴィッセル神戸にね、勝つことはできなかったんですけど、勝ち点1を取れたんで、なかなか1対1の場面とかたくさんあって、惜しいシーンたくさんありましたけどね、勝ちきれなかったんで、次回の勝ちに期待したいと思います。はい、また応援来た時は皆さん声かけてください。ありがとうございます。